撮ってるでしょ今、はい、映像撮ってるのこれね。あーどうもくちばし音楽志向の上坂です。スイッチ創刊何周年10周年、1周年30周年、あーおめでとうございます。こよて10年、こよて10年おめでとうございます。懐かしいですね、最初のスイッチ。もう薄っぺらい雑誌から始まってやっとサムシェパードに移った時に感激しました。もうそれがもう何よりです。よく続いておめでとうございます。これからも頑張ってください。いいですか。はい。もともとは企画は一緒にやろうとして新井さんからお願いされたんですけど、クチパチックはなかなか固くって一緒にできなかったんだけど、本当はやりたかったし、本当はこう旅と音楽を一緒にやりたいなというふうに思ってました。でも今でも続いてて嬉しいです。頑張ってください。これからもよろしく。だってあの頃サムシェパーでやったのって画期的だったよね。すごいですね。だって映画もやっとなんか売れてきた頃で、時代が面白かったよね。本当にそう。カルチャー性があったからね、サブカルチャーで ね、だから本当映画監督とか俳優とかなんかそういう時代だったよね。ニューシネマでもないし、終わった後にこういうなんか文化が出てきたんだよね、アメリカの。それが海の親ですからね、うちがスイッチの。スイッチの海の親は違うんだけど、あれがやったんだけど、帰りもアメリカ的な表紙ってね、日本でなかったからびっくりするよね、これね、うん。